おはようございます。ルッキーのルッキーです。ですね、今起きてすぐなんですけど、今日は、オフということでね、一日休みということで、今日の休みを取っていきたいと思います。やることないんで、とりあえず起きて、いつもやってるのがこちらです。英語セントラル。じゃあちょっと見せていきたいと思います。ですね、これでとりあえず動画を見ます。これさっきいつもやってるって言ったじゃないですか。嘘です、すいません、嘘つきました。いつも YouTube で英語見てますね。これであんまり見ることはないですけど、今日はこれを使ってます。パソコン使いながらだと携帯も使えるってことに気づいて、ただ僕のパソコン重くて全然動かないんで、今日はラッキーです。これで英語の勉強してます。 4 is a force that colored that stroke of 4 means we are going to the moon instead of let's start home 4 are always up this 4 is it or home us or usBe for something for in life with more wow and more now for more speak、 まあこんな感じですね。で見てください、これバーってちょっと止まるまで、あとこれライブでやったりできて、今日は先生と英会話をするっていうのをしようかな。まあいつも結構シンガポール出かけてシンガポールの現地の人と喋ったりしてるんで、今日はちょっとこういう基礎的なこともやってみたいと思います。はい、これでポイントもらって、このポイントを、100ポイント集めると日本円で100円になります。すいません、嘘です。で、単語復習したいっていうのだったら、まあ適当に押しておきましょう。まあまあこんなもんでしょう。学習、はい。そしたらさっきの動画でここに何が出るか、たった3文字だが全ての素晴らしい出来事の始まりである。 Three less、 たった3文字なんで多分 Only ですね。これは Only のスペルが僕分かんないんですけど、多分 O-N-L-Y 分かりました。今 OK って言って、で OK で、the three letters but the start of 何すべては多分すべて anything だと思うんですよ。 anything のスペルわかんないんですけど、すべては anything だったと思います。素晴らしいけど anything じゃ絶対足りない。3文字は素晴らしいんですよ。 start of 知りませんね、こんな any、知りません。エニシング合ってますね。絶対違うな。エニシングじゃ絶対ない。はい。Everything。まあほぼ正解ですね、これは。はい。正解ということです。はい。まあ、正解にしましょう。まあ、こんな感じで、11時にレッスンあるんで、今9時半ぐらいなんで、1時間半ぐらいやりながら、やっていきたいと思います。はい、ですね、今思いついたんですけど、起きて朝ごはん食べてなかったんで、今日は昨日ぐらいに買ったアップルパイ、シンガポールのアップルパイ美味しいんですよね。アップルパイとこれ日本にないと思いますね、キッカポー。キッカポー、これめっちゃうまいんですよ。これな、炭酸なんですけど、まあ今日はたまたまこの朝ごはんなんですけど、いつもは練習ある時とかは白ご飯と生卵と味噌汁とかとちょっとおかずあったりなかったりって感じです。これめっちゃうまいです。はい、これも飲みながら飲みます。英語も聞きながらと。はい、いつもは YouTube でなんか英語リスニング聞き流してみたいなの調べて、なんか日本語を言った後にこんにちは、ハローとか
あなたは何が欲しいですか、 What do you want とかこう、日本語と英語でやってるんですけど、これはめちゃくちゃうまいです。見てください、見ようかな、光でこうやってやるやつよくいますね。あのなんかスポンジみたいなのとワッフルとここにアップルパイのソースがあって、めっちゃうまい。あの最近ヒゲありすぎてヒゲにご飯粒がつく、ご飯粒がついたりするっていうのがネックです。で、カポ、うめぇ。久々に飲む炭酸はめっちゃうまいです。あのちなみにいつもやっぱ暑いんで上裸だったりもうパンツ1枚でいつも生活してるんですけど、なんかはい、そんな感じでいつも部屋では生活してます。それではまた。ドイちゃん、それ歌？それ歌？歌か歌じゃないから質問ちゃう。あとちなみに言うの、これは言うのは酷だけど、超酷なこと言っていい？ヒロ寝てるよ。多分キレられるな。うん、キレられるわ。多分ヒロ部屋でうざいと思ってるよ絶対。俺歌い終わった後に言ってやろうと思ってたけど、彼が同部屋のドイちゃんです。朝飯を食べて言います。今日卒業やな。今日卒業式らしいです。なので歌っていました。ヒロが寝ているのに感慨深いね。やっぱ卒業ってことは大学4年間を振り返って、まあ一言で表すなら、はい、漢字一文字で、漢字一文字で表すなら、はい、空と言いますと、まあまだまだ広い世界があるってことを知った。だっす。今から、多分英語のやつをやっていきます。多分って言います。予約したんですけど、5分前にログインしてって言われて5分前過ぎてました。あとパソコンが非常に遅い。パソコンがね、僕の非常に遅いんですよね。あと1分で始まるんですけど、できるか、待ってくれ先生、お願いだ。あーじゃあ、あーじゃあ、うーん、あー、ウォッチングムービー、あー、ウォッチングムービー、あー、アクション、I like Avengers, you know? Avengers. Yes, Avengers. I know very popular. Yes, I am a Captain America, yes. I like it. Yes, I like it. Okay. So, thank you so much. This time, I will be asking some questions. I see you went there to play football or... Oh!今急に切れました。いやーやってみて。ビエニーレニーレニー、 Thank you. Goodbye. Have a nice day. はい、ということでね、今終わりましたね。難しいです、とても。じゃあこれからまた行きます。はい、英語の勉強を終えて、歩いて
練習場に来ました。寝癖もずっとすごいままね、朝起きてからシャワーも入ってないんで、これが僕たちのグラウンドです。はい、これがジュロンイーストスタジアムです。自主練してますね、あそこにいますね。オフなんですけど自主練してるみんな、ちょっと休憩してますね。もうハロー、グッモーニング。これからじゃあやっていきます。はい、お疲れ様です。今自主練終わって、はい、今みんなで帰ってます。お疲れ様です。じゃあこれからね、ホーカーで昼飯でも食べてね、ね、はい、元気もりもり頑張っていきたいと思います。それではまた皆さん、See you later! はい、ダンプリンヌードルとこのおすすめのジュースといただきました、ありがとうございます。かわいいです。はい、全部おごりました、こいつらに。ありがとうございます。はい、僕がおごりました。ありがとうございます。いつもおごってます、僕が。はい。はい、今はブギーズに来てます。はい、はい、ブギーズ。はい、これからブギーズ観光してきます。ハジレンに着きました、こんな感じです。すごいです。メニーメニーショー。イエース。 Do you remember? Do you know? I remember。めっちゃ欲しい。 I want to buy。 Yes, yes. Yes. Many art. Photo? Yes. Very good shop.それにしようかな。したな。今のでかしたな。収めときゃよかった、画角に。ハジレンでーす。This is ハジレン。好きですね、僕はこの街の雰囲気が。ハロー。あ、チュカンとザ。ディスタデッツ&ディストロブザ。よう分からんけど、まあアートは好きみたいな感じですね。いやー、すごいビッグプリントというか絵がすごい。どうやって描いたんでしょうか、まひろくん。手で描きました。何が必要、何が必要、描くには。はしご、パワー。 Yes, this is Arabica. Just 京都。なんかこれ飲みます。2分の1言わんかったからじゃん。おいしいです。マジうま。何ですか。なんとかパンナコット、ブラックミルクティーパンナコット、バカうまし。そのボトルもらえるんですか。うん、めっちゃうまい。うまいでしょ。これコーヒー美味しい、最高の。このなんか京都にあるっていう。あ、初めてでしょ。りょうさんうまいっすか。うん、めっちゃうまい。何ですから、ず今からすっごいでかいムスクだか、モスクですかね、行きたいと思います。でかくてすごいです。街の雰囲気が最高です。はーい、ですね、今ジロンイーストに帰ってきて、まあ、駅行ってちょっと撮るの忘れてたんですけど、今スポーツショップでこの、T シャツを買いました。 T シャツ、はい、T シャツ、あ、すいません、 T シャツを買いました。で、こちらが、リバプールのタンクトップを買いました、コウタロ君です。はい、どうも。で、僕はリバプールの T シャツを買いました。これ渋いですね、一目惚れしちゃいました。今週はこれを買ったんで頑張りたいと思います。パワー。はい、皆さん今日の旅が終わりましたね、僕たちの。楽しく行こうぜ。 Thank you。 聖は最高の一日。いや、今日の旅が終わりました。ただ僕たちの冒険はこれからも続く。Goodbye, see you later! See you later! See you later! ほなまた。ほなね。バイバイ。Goodbye, 皆さんおやすみ。